白熊の子、小川未明。白熊は北極海に臨んだアラスカまたはシベリアに住んでいます。白熊は水の中へ入って泳ぐこともできます。真っ白な毛がふさふさとして可愛らしい目をしていますが、それはたけしい獣です。ある時、シロクマの母親は子供たちを連れて氷山の上で遊んでいました。お母さんのそばを離れてはいけませんと言い聞かせました。けれど一匹の言うことを聞かぬ子グマは勝手に海鳥を追いかけていました。この時、パチンと大きな音がして氷の塊が二つに割れました。子グマの乗った氷の塊はあちらへ流れていきました。オーロラの輝く空の下をずんずん流されていきました。困ったなぁと子グマは思いました。岸に着くと毛皮を着たエスキモーのおじいさんが忍び寄って不意に頭から網をかぶせました。子グマは生け捕りにされたのです。そして檻に入れられて遠い町の動物園へ送られました。町の坊ちゃんや嬢ちゃんたちが子グマをかわいがりました。おいしいパンやビスケットを投げてくれました。子グマは時々お母さんを思い出してわーと鳴きます。